どうも、山形暮らしの野郎飯担当の山田太郎です。ついにこの時が来ました。いつも混んでいて入るのを諦めていた山形市西田のけんちゃんラーメンさん。午前の仕事回りが12時前に終わったので、そのまま直行だったのに、すでに満車。でもタイミングよく駐車場が空いたので、無事念願の一杯を堪能してきました。この動画ではけんちゃんラーメンさんについて基本情報や事前に知っておくと便利な情報を紹介しています。ぜひ参考にしてください。お店の外観です。黄色い建物が目印といっても、いっつも車でごった返してるのですぐわかるはず。店内の様子がこちら。木造りの落ち着いた店内、カウンター席、肩掛けのテーブル席、お座敷とありました。12時ジャストくらいに来たけど、すでに満席で街も発生中。さすがけんちゃんや。戦場のようなキリッとした空気の中、皆さん黙々と麺をすする。でも意外と女性も多かったです。若い子はグループで来ていたりと。店内奥にセルフの水コーナー、入り口に面白いルール説明。1から100番の食券を集めると夢の国に行けるそうです。でも僕にとってはけんちゃんラーメンが夢の国。けんちゃんラーメン山形さんは券売機での購入、中華そばとつけそばがメイン。味の濃さ、油の濃さ、トッピングをチョイス。一応店内壁にもあるけど、券売機の方が分かりやすいかと。テーブル調味料はこちら。今回は中華そば普通をオーダー。待ちわびた一杯がこちら。おーおーおーおお、ネットや SNS で見ていたお姿が目の前に。変な緊張感とともにお口の中が条件反射。早速スープからいただきます。ガツンとくる煮干しの芳醇な香りがたまらない。煮干しの他にも鶏ガラや豚骨を使用しているとのことですが、一口目でうまいと脳が認識するような感覚。それでいて雑味や苦味もなく、キレのある旨味がすっと広がる。生きていてよかった。そして手打ちの中華そばをかっこむ。極太の縮れ麺はわしわしというよりはガシガシといった感じ。強烈なコシとスープの相性がこれ以上ないほど極上なうまさを作り出していました。いや本当にうまい。そしてチャーシュー、噛むほどに肉汁とスープが広がる。やばいやつ。細切れのメンマも麺と絡めるとコリコリとしたアクセントが生まれて、これまたうまし。中毒性がやばい。ごちそうさまでした。また来ます。メニューには子供用のラーメンがあったり、子供用の椅子があったりと、子連れでも利用できるサービスが揃っていました。唯一の悩みどころは人気への混み具合。そこを受け入れれば子連れでも利用できるかと思います。フライングけんちゃんやひまけんちゃんなる営業形態、ユーモアあるな。駐車場は店舗前に。他施設の駐車場は使用しないようにとのことでした。住所はこちらです。郵便番号 990-0831 山形県山形市西田2丁目 1-17。 営業時間は平日は11時から14時、土日は11時から20時までです。定休日は毎週月曜日と第1日曜日とその週の火曜日、そして毎月
第3火曜日です。公式ホームページ、Twitter があります。